皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは近畿2府4県の防衛警備災害派遣を担任しております、第3師団直轄の音楽隊、陸上自衛隊第3音楽隊です。本日は第35回福知山お城祭りにお招きいただき誠にありがとうございます。私は本日の司会進行を務めます、三等陸曹鈴木健太と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、それでは早速演奏に参りましょう。本日1曲目に演奏いたしますのは、元アメリカ海兵隊音楽隊隊長であり行進曲の王様、マーチ王と呼ばれるジョン・フィリップ・スーザの作品の中から最も美しく素晴らしいメロディーを持つ行進曲、美中の美をお聴きいただきます。指揮は第3音楽隊隊長河原拓海一等陸尉です。ございました。美中の美をお送りいたしました。さて次の曲ですが、ここ福知山城といえばかの有名な明智光秀が築城しましたが、この明智光秀の半生を描いた NHK 大河ドラマ麒麟が来るは皆さん
見ていらっしゃいましたでしょうか。この大河ドラマは今から約4年前の2020年1月から2021年の2月まで放送されておりました。ちょうどこの頃に新型コロナウイルスが世界的に大流行して、世の中の生活がガラリと変わってしまいましたが、今はこのようにしてお祭りも盛大に開催できるようになり、我々音楽隊もいろいろなところで演奏の機会をいただいております。本当にありがとうございます。さて、今から演奏します曲は大河ドラマ麒麟がくるのメインテーマでありますウォーリアーパストを演奏いたします。勇壮で緊迫感あふれるサウンドをぜひお楽しみください。ございました。ウォーリアーパストをお送りいたしました。さて、次の曲はガラリと雰囲気を変えまして、ディズニーの映画音楽をお楽しみいただきたいと思います。今年の6月にディズニーランドに新たなエリアとしてファンタジースプリングスがオープンされようとしておりますが、その元になったテーマとして今再び注目を集めている塔の上のラプンツェルよりメドレーをお送りいたします。主人公のラプンツェルは森の奥深くの塔で暮らす美しい金髪の少女、21メートルの長い髪の毛があるそうです。本当に羨ましいですよね。今回はディズニーが大好きな隊員の歌も交えて演奏いたしますので、そちらにも注目してお聴きください。塔の上のラプンツェルメドレーです。どうぞ。
っと早く渡さなきゃいけなかったんだけど、なんだかちょっと怖くって。でもね、今はもう怖くない。このカバンに何が入っているかわかる？わかる気がする。いましたのはディズニー大好きクラリネットを吹いております陸士長井川千尋と三等陸曹鈴木健太でした。ありがとうございました。はい、さあ時間が過ぎるのは早いもので、次の曲で最後となってしまいました。次の曲は最近巷で子供も大人も踊りまくっているディズニーのあれです。多くの人に聞かれている名曲ミッキーマウスマーチをベースとした音楽に、ズンズン、ハラハラとか、ジャンとか、ボリとかの掛け声や、合いの手が入って一度聴いたら忘れられない軽快な音楽と楽しいダンスのあれです。東京ディズニーシーで行われているショーは事前のエントリー受付をしないと参加ができませんが、今回は皆さん、なんとここ福知山御料公園で明智光秀もびっくり、特別事前のエントリー受付なしで参加できちゃいます。ありがとうございます。さあ準備が整ったところで、例のあれを昨年10月に第3音楽隊に着隊した隊員4名のダンスとともに演奏いたします。みんな行くよ、せーの、ジャンボリミッキー。
山音楽隊の演奏、皆様いかがだったでしょうか。ありがとうございます。これからも福知山駐屯地、ひいては陸上自衛隊第3師団をよろしくお願い申し上げます。最後はこの曲でお別れです。北島三郎さんの祭り。以上で第3音楽隊の演奏を終了いたします。誠にありがとうございました。